どん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 贅沢になっていってしまいます。5年ぐらい電車に乗ったことないんですよ。だから電車乗るの怖くなっちゃって。マンダリンオリエンタルホテルバンコクに到着しました。独特の茶色いチャオプラヤー川と象のホワイトチョコレートなのこれ。こんにちは、小田切あさぎです。はい、私は今ね、飛行機の中にいます。今日はね、バンコクに一人で来ています。私ちょっとここ最近ファーストに乗れる機会がすごい多くて、金額はビジネスとファーストは変わらなかったりとか、あとマイルを使って行けたりとかで結構ファーストついてたんで、すごいビジネス久しぶりなんですけど、久々にビジネス乗るともうすごい狭いし、いろいろ不便で、ファーストいいな思って、どんどん贅沢になっていってしまいます。というわけで、タイのバンコク国際空港に着きました。ドバイからだと飛行機で約6時間ぐらい。日本からだと確か9時間ぐらいだったような気がするんですよね。うん、荷物のバッケージクレームを超えてすぐのところに IS トラベラーシムっていうシムカードの販売店があったので、早速まずはここでシムカードをゲットします。価格帯はこんな感じで、今1バーツ 3.8 円4円ぐらいなので、8日間で1200円なんで、安いしいいかなということで今買ってます。パスポートとね、スマホ渡すと勝手に設定してくれます。びっくりすることにシムカード現金しか受け付けないって言われて、こっちに ATM あるから下ろしてこい的なことになりまして、今下ろしに行ってます。5000バーツ下ろしたら約2万円、1000バーツ5枚出てきたんで、隣にねちょうど両替所があったんで、金札500バーツとか100バーツに変えてもらいました。ちなみに私はこんな具合にですね、現金を普段全く持ち歩いてないんですよ。だから海外旅行行く時も現金って基本持ち歩かなくて、だから一度も両替とか現地の通貨に触れないまま旅行が終了することの方が多いんだけど、ごく稀にこういう現金っていうことがあるんで、そういう時は自分のクレカで ATM で引き出してます。現地の通貨をそのまま、例えば日本円とか持ち込んで空港に両替して、両替手数料払うより手数料が安いのよね。現金持ち歩かなくていいしね。なんです、いつもそうしてます。早速タクシーに乗ってね、行きたいと思います。でもタクシー時間かかるかな。なんかさ、バンコクってすごい渋滞がやばいっていう話を最近バンコクにね行った友達とかから聞いてたんで、電車の方が早いのかもしれないよね。ちょっと調べてから行こうと思います。無事にタクシーに乗ることができました。すごいやたらタクシーを手配するシステムがハイテクで、券売機みたいなやつでボタンを押すとなんか番号が出て、40番行ってくださいみたいな、その番号に1台ずつタクシーが止まっていて、それに順番に乗っていくみたいな形で、すごいスムーズに乗ることができました。バンコクに今日は一泊して、で明日サムイ島っていう島に行く予定なんですね。で今日はバンコク市内のチャオプラヤー川のほとりにあるマンダリンオリエンタルバンコクに宿泊する予定なので、一応そこまでの経路をこう調べてみたんですけど、 Google マップでタクシーだと35分ぐらいで、で電車だと2時間ぐらい。電車っていうものがほとんどないのかもね、もしかしたらね。すごいもう緑が多くて、あなんか電車とか走っててすごい。私さっきさ、一応さ検索して早かったからタクシー乗ったとか言ったんだけど、もし電車の方がはるかに早かったらどうしようって迷って、多分ね5年ぐらい電車に乗って行ったことないんですよ。でだから電車乗るの怖くなっちゃって、もしタクシーだと1時間かかるけど電車だと30分、まあ30分の差ぐらいだったらタクシーでいいやぐらい、電車やだなみたいな。タクシーだと2時間かかる、電車だったら30分だったら電車で頑張れるのか私みたいな、さっきすごい葛藤してたけど、まあ検索したらタクシーの方が早くてめっちゃ安堵したね。もう久々に安堵した。はい、というわけでマンダリンオリエンタルホテルバンコクに到着しました。あたりにジンジャーレモンの香りが漂ってて、今ちょうど気温はなんかすごい爽やかですね。2時18分に着いたんで Google マップほぼ正確でしたね。あ、Thank you。 こんな感じなんだって、うん、めっちゃいい匂い。これがマンダリンオリエンタルホテルバンコクロビーです。ここさ、知ってます？さよならいつかっていう辻仁成さんが書いた小説と映画化もされていて、確かその映画がきっかけで辻仁成さんが中山美穂さんと結婚したっていう
そういう小説があるんですけど、私昔その世界観にめちゃめちゃ憧れて何回か読んでた本があって、その本の舞台がこのホテルなんですよ。最初にあの主人公がこのホテルに泊まっている時に女性が訪ねてきて、それがきっかけで当時なんか婚約者がいてみたいな感じだったのに、もうその女性にどうしようもなく惹かれてしまってみたいな、劇場あふれる恋愛模様みたいな、でそれがこのホテルが舞台だったんで、私がその小説読んだの25歳とかだから10年ぐらいここに憧れてたということになります。友達のねめぐみさんが今日このホテルを予約してくれて、でも私ねめぐみさんがなんかここ取りましたって連絡をくれるまで、あのサウナ室の話をすっかり忘れていたんですよ。なんかの小説漫画の舞台じゃなかった、ていうかあの本じゃん、ていうかこれめっちゃ好きだったじゃん、私憧れてたじゃん、いつか泊まりたいとか思ってたじゃんとか一気に思い出して、そんな具合になんか昔さ響いたものとかって忘れちゃうよね。全部引き出しには入ってるわけよ、記憶として。でも その引き出し自体がどこにあるか分かんないみたいな、でなんかのアクシデントで開かれるみたいなね感じで開かれて、ここはすっごい昔から歴史のあるホテルで、いろんな有名人がステイしていたお部屋がいろいろなんか残ってるってその小説には書いてあったんですけど、どうなんですかね。そういえば飛行機の中でさ、その小説でさ予習してこようって思ってたのにさ、マジすっかり忘れて寝てたわ。本日滞在するのがこちらの部屋です。はい、ノーマンメイラースイートということでですね、早速ルームツアーをしてみたいと思います。なんかねこのホテルにはいっぱいこういうその著者とかがすごく気に入って住んでいた、その著者の名前がついたお部屋がたくさんあるということで、スタッフの方が言うにはね、いろんなあのスイートとかがあるんだけど、なんとこのマンダリンオリエンタル自体が3つの棟からできていて、他のスイートとか別の棟にあるみたいな話をしていて、この棟はすごい新しいんだって。だからどうやら私が憧れていた舞台になった棟はここじゃないらしいという情報をね、まあまあまあそれはいいんだけど、とりあえずねルームツアーしたいと思います。まずね入ってすぐミニバーがあります。なんかこれすごい本みたいな、何なのかしらこれ。メニューというか、こんな感じでね。ヒストリーとかね。これすごい古いわけよ、このホテルは。1865年に壊されたから、もっと早くにね、できたんですね。本の形になっているホテルの案内。あの、インルームダイニングのメニューとか、あとレストランの紹介とか、まあお酒とかね、カクテルが作れるようなものも一通り揃っていて、コーヒーメーカーがあって、ここはなんかあれかな？準備する用のボードかな？ね、この中には、まあグラス類とね、グラス豊富だな。お酒もたくさん。なんかすごい、あの、ウェルカムフルーツが多分、朝の段階届いたかなんかの、冷蔵庫入れてくれてる。で、ビールとかがあって、これね、コーヒー類と紅茶ですね。シンガポールのね、紅茶があって。じゃあ、早速ちょっとお部屋を見ていきたいと思います。見て、このチャオプラヤー川のほとりにね、面しているお部屋なんですよ。チャオプラヤー川でこれが、独特の茶色いチャオプラヤー川と、高層ビル、観光地なのかな、川を渡す船なんかが走っていたり、このチャオプラヤー川の船とか乗っててさ、チャオプラヤー川のさしぶきがさパシャッとか来たら超嫌だなって感じのチャオプラヤー川です。ここに多分めぐみさんが置いといてくれたこの部屋が1泊3万バーツと書いてありますんで12万円ぐらいですね。結構リーズナブルでスイートにしてはいいじゃないでしょうか。なんだろうこれ、なんかパプリカのスープみたいのがね届いてる。このなんだこれは、百科事典みたいなね、ものがいろいろあったりして。で、ここがダイニングになっていて、こっちがリビングですね。こっちでもなんかすごいのがあるよ、ほら。ゾウのホワイトチョコレートなのこれ。ホワイトチョコレートがこう、茶色いチョコレートの上に乗ってて。シャンパンを昨日飲んだみたいですね。そうなのかな、まあ、そうだね。と、あの、フルーツ、盛り合わせと。で、テレビがあって。こっからテラスにも出れるようになってるね。はい、ランさん。Good afternoon. Welcome back home. The Mandarin Oriental. Wow, cool. このお部屋のバトラーをしてくれてるそうで、今、あの、こんなね、台風っていうね、なんかレモンドリンクみたいなの持ってきてくれました。ありがとうございます。Thank you. Good afternoon. I hope you enjoy our stay here. Thank you so much. ちょっとテラスも見てみようと思うんだけど。いいね、ここは。シャングリラ近いんだね。なんかめぐみさんがシャングリラでアフタヌーンティーの予約をしてくれてるそうなんで、ちょっと私もね急いで準備していかないといけないですけど、すごいこのチャオプラヤー川沿いのこのテラス、
とっても気持ちがいい。うん、ちょっとJALルームツアー中に戻るんだけども、こんな感じでね、すごいね、なんかいろんなものが次々と届くのがタイスタイルなのかな。うん、このめぐみさんが寝た後と私のベッド、新しいお花が置いてあって可愛いです。うん、こんな感じかな。寝室にも書斎があるね。ここで、お、すごい、お仕事と、あの、兄弟、メイクもすごいしやすそうな、うん、こんな感じになってまーす。これが、ベッドルーム、ツインベッドに変えてくれたんですね。うん。バスルーム行きたいと思います。まず、ちょっとめぐみさん荷物が映っちゃう。こんな感じで、クローゼットになっていて、こっちがトイレかな？うん、トイレがあって、これとは別にお客さんのトイレもね、1個ありましたね。シャワーがあって、で、洗面台も、2バスで。はい。お風呂がでかいね。かなり、花びらの入ったお風呂のなんか形跡がありますよ、ちょっと。うん。っていう、そんなね、はい、素敵なお部屋になっております。じゃあ、そんなわけで、私もこれから準備してね、めぐみさんたちと合流してアフタヌーンティーをしに、出かけたいと思いますので、またね、タイのバンコクやサムイの様子などもいろいろお届けできたらと思ってますので、ぜひ引き続き楽しみにしてみてください。私、小田切あさぎはですね、このように全世界をファーストクラスやビジネスクラスで旅行し、各世界のスイートルームに泊まったりとか、あとは普段ハイブランドの服を、今日はちょっとモスキーもあるんだけど、のショッピングをしたり、開封をしたりっていう動画を出したり、あとは視聴者の皆さんからの質問に答えた動画などなど、そういった動画をお送りしております。もしこの動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それじゃあまたねー。